縦という字に行きますね。まず糸辺を細長く書きます。まず1画目ですね。45度で2画目は平行に持ってきて、だいたい一緒ぐらい。この中心に縦を持ってきますね。この縦の長さはこの幅よりも少し短め。上の方に2つの点ですね。じゃあ従う手順。行人弁を寝かせ気味、立ち気味、縦を持ってきますね。ちょっと下ぐらいから右下に向かった点、少し上から中心に向かって、まっすぐの位置。中心から縦は、まあ、大体同じぐらいの長さかな。半分より上。そしたら同じかちょっと上の位置から立ち気味にまた払ってきますね。ここの下を通るのですが、上の方から、この辺りからこう通るんじゃなくって、これが、まあ、45度ぐらいになるように止まって払います。大体同じぐらいで終わります。